芸能界を代表すると言っても過言ではない名俳優が警察に殺された事件を皆様はご存知でしょうか。あまたのドラマなどで活躍していた萩原流れさん、晩年は心の病であんまり露出は多くはなかったんですが、それでも芸能界における存在感というものは色褪せることはありませんでした。2015年愛車のハーレーダビッドソンで片側3車線の青梅街道を走行中、接触事故により後続車にはねられ亡くなったんです。接触事故を起こしたのはワンボックスカーと報道されたんですよ。実はね、ワンボックスカーなんて存在してなかったんですよ。これは高井戸署の護送車だったんです。まあ警察官が事故を起こしたということが後から発覚したことで大きな炎上となったんですね。最終的に和解したのは2019年ということなんですが、いやーこれ本当に心の中から和解とは言えないような気がするんですよね。警察も隠蔽やめ。ではありがとうございました。